こんにちは。リーウェイズ株式会社の牧口と申します。本日はですね、この人はいつ家を売るのか、予測マーケティングの世界というテーマでお話をさせていただきたいと思います。ま、金税カンパニーの調査によると、Amazon の売上の35%は予測分析によってもたらされているということでですね、まあ、予測分析というのはいろんなビジネスで活用されているわけです。その中でですね、不動産業界の中でもその予測分析システムというものが注目を集めていますので、その内容についてお伝えさせていただきたいと思います。 先日ですね、コンストレーションリアルエセートグループが不動産分析のスマートジップを買収したというニュースが報道されましたが、コンストレーションリアルエセートグループは、マーケティングから住宅ローンに至るまでですね、ワンストップでサービスを提供しているサス企業になっています。北米でですね、50万人がコンストレーションリアルエセートグループのシステムを使っているというふうに言われています。 非常に積極的に M&A を繰り返してまして、確認できたところだけでも今年でですね、もう4社の M&A をまあ行っているということで報道されています。先月はオファーズですね。で今月になってスマートジップを買収したというふうにニュース報道されています。でコンストレーショングループのホームページを見るとですね、まあデューハブリアルエステートソフトウェアビジネス s ー社あ e なんて書いてありますが、もう積極的にですね、えー、不動産のソフトウェアサービスの会社を買収していこうという意欲が見て取れます。 さて、まあ、そんな、え、コントレーショングループがですね、買収したスマートジップというのが、まあ、どういう会社かというのが本日のメインテーマになるわけですね。まあ、スマートジップというのはですね、不動産のマーケット分析システムということで、スマートターゲティングみたいなサービスを提供しています。え、2008年に創業ですね、え、インテルキャピタルとかから出資を受けて、カリフォルニアプレゼントに本社を置いています。鉄立からずっとですね、資金調達続けておりまして、37ミリオンドラー調達をしたということで、かなりお金をかけてですね、本社システムを開発しています。 スマートジップの創業者、CEO のですね、パピグプターはインド出身ですね。インド工科大学に出て、その後インテルで働きながら、ミシガン大学で、まあ、博士号、コンピューターサイエンスの博士号を取ってですね、その後5つの会社でビジネスデベロップメントだったり、マーケティングの責任者等をですね、経験しながら、2008年にですね、スマートジップを立ち上げています。 でスマートジップではですね、機械学習を使うことによって、6ヶ月から12ヶ月先の不動産の販売予測ですね、をしていくというシステムになっておりまして、まずはですね、どんなサービスなのか、プロモーション動画を見ていきたいと思います。 まあこちら二人のエージェントがですね、えー、まあどちらが売り上げ上げられるかみたいな形で競争するようなプロモーションビデオですよね。で、一人はまあ、地道にですね、まあ、ドアノックしてですね、まあ、家売りませんかどう、どうですかみたいな話をやると。まあ、一方でですね、もう片方のエージェントはスマートジップ使うことによってですね、まあ、効率的に不動産を売りたい人たちを責めることができるというようなプロモーション動画になっています。で、住宅所有者の生活だとか市場の変化ですね、そういったものをまあ、機械学習で分析していると。 それによってマーケティングが効率よくなりますよというのが彼らの売りですよね分かりやすく言うとですね、まあ、市場全体を攻めていってプロモーションをかけてマーケティングしていくよりもですね、まあ、売却意欲の高い人だけにフォーカスをした方が、まあ、投資効率上がりますってことですよね、まあ、はがきとか DM とかを郵送したりするのに、まあ、2000人のマーケット全体に DM を送るよりも本当に売りたい気持ちを持っている500人にターゲットを絞って、まあ、4回そこにですね DM を打った方が同じマーケティングコストをかけたとしても売り上げにつながる確率というのは大きくっ 変わってくるというお話ですよねでそうした分析をするだけではなくてです、ね、それをさまざまな、えー、自動的に、まあ、マーケティング・オートメーションツールという形で,です、ねまあ、自動広告のキャンペーンを提案したり オンライン広告、例えば Facebook 広告だったり、電子メールですね。そういったものを通じてですね、エージェントが売却可能性のある方にアクセスしやすいような仕組みを提供しているといったところですね。顧客ごとにカスタマイズされた、例えばパーソナライズドダイレクトメールとかって言ってますけれども、その人の趣味、思考に合わせたようなですね、ダイレクトメール。あなたは今売りたいですよねとか、あなたは今お金が欲しいですよねとかですね。そういった形でカスタムしたものをまあ自動的に配置することができるっていうような効率的な仕組みになってます。で、自動的に E メールナーチャリングですね。 プロセスで売った方がいいよとかこういうエージェントを選んだ方がいいよということでお客さんを育てるような仕組みみたいなものも自動的に配信されるということですねで、まあ、どうやってこれを実現しているかって話なんですけども、まあ、パブリックなデータソースだとかですね、えー、まあ顧客のデータですねっていうものをまあ購入して分析しているということですね、まあ、それで意思決定ツールを作っているということですねで、まあ、地元の売り手のシグナルを迅速に見つけることによって移動可能性のスコアリングをしてですねそれをエージェントに使わせているというサービスですね なので、まあそういったツール使ってですね、今日、まあ何件アクションを送さなきゃいけないからとか、どこのお客さんにリーチしなきゃいけないかということも全部自動的にナビゲートしてくる仕組みになっていますで。実際どんなデータを使ってですね、分析してるかっていうと、住宅のマーケットの情報だとか、あとは個人の趣味思考だとか、まあ個人の貯金の額とかですね、どんなことにお金を使っているかだとか、その方が持っている不動産のマーケットの相場ってですね、まあそういったことを様々に分析しているわけです。 アメリカの不動産の膨大なデータを彼らは収集しているので、まあ、そういった膨大なデータをですね、分析して、まあ、どういう属性の人がどういうタイミングでどういう条件だったら売るかということをまあ学習させてですね、それをまあ地区ごとだとか不動産ごとだとか、あとは個人ごとに当てはめて予測をしているというのが彼らのまあロジックになっています。 場所ごとに、当然その、まあ、ジップコード、つまり郵便番号ごとにですね、そういったあのマーケットの属性だとか、不動産マーケットの変化だとかってことは異なってきますし、環境が変化した時ですね、例えばまあ、治安の悪い地域になっちゃったみたいな話になった時にですね、いち早く売りたいみたいなインセンティブが当然生まれますので、まあそういったことを分析しているわけですね。 で、まあデータソースですね、公表されているものを見るとですね、やっぱり半分以上が個人の属性のデータになっています。こうした個人の属性のデータをですね、分析するからこそ、まあ確実性の高い予測ができるというのが、まあ彼らの評価になってますね。じゃあこうした個人の属性のデータとかどうやってか、まあ、集めてるのかって話になるわけですけど、まあアメリカはクレジットスコア、 もうどこで言うと、まあ、フェアアイザク社とかがですね、えー、クレジットスコアモデリングとかをしていますし、まあ、大手の3体、まあ、信用調査会社ですね、まあ、クレジットビューローっていうんですけど、まあ、そういったところとかもですね、えー、クレジットスコアモデリングとかをしていますので、まあ、そういったところですからですね、クレジットカードの利用頻度だとか、まあ、それの対論履歴だとか、まあ、そういったことのデータってのは取得してるわけですね。 じゃあ、それ以外のデータ、個人の趣味嗜好だとか、どんなものを買ったかだとかですね、そういったデータどっから買ってるかっていう話なんですけど、それはデータブローカーですね。まあ、アメリカに,にはですね、大手のデータブローカーっていうのがいくつかあって、まあ、だいたい5社くらいですかね、えー、まあ、あるんですけれども、一番有名な会社はアクシウムですよね。1969年創業のデータブローカーなんですけれども、えー、今、現段階で言うと7億人の個人情報を持ってるっていうふうに言われています。 年齢だとか、氏名だとか、住所だけではなくてですね、まあ、月ごとにどんな商品を購入したかとか、持ち家とか賃貸のまあ区別だとか、まあ、あとアレルギーがあるからとか、糖尿病になっている方とかですね、まあ、世帯ごとだとか、個人ごとにそういったデータがまあ整理されているわけですね。まあ、そういったものをですね、えー、まあ販売しているというのがまあ彼らのビジネスモデルになっています。でまあ、実際、えー、どうやって集めているかっていう話なんですけど、まあ、これまではまパートナー企業からですね、集めていたということでですね、まあ、よく知ってるパートナーとかもありますよねって話ですね。 それ以外にもですねオンライン調査会社からデータを買ったり、あとはまあ例えばアンケート、ウェブのアンケートだとか、ですねなんかの,そのメルマガの購読みたいなものの時にですねデータを第三者にまあ共有しないみたいなものに、ね、チェックボックスしなかった人の個人データだとかっていうのをまあ集めてるっていう話ですね。今、Facebook のですね個人情報のまあ問題がまあいろいろ取り立たされていますので、えー、まあそれによって、ですねソーシャル周りのデータっていうのは今後は集めにくくなるんだろうなというふうにまあ思ってはいます。 でまあ、実際、まあ、フェイスブックが個人情報流出の問題をしたことによってです、ね、アクシオムはです、ねえー、フェイスブックとの提携切られちゃったので、その結果、アクシオムの株が10%一時的にまあ下落したなんてことも報道されてました。 ただ、まあ、そうは言ってもですね、まあ、先ほど言った通り、オンライン調査会社だとか、まあ、メルマガだとかですね、例えば、じゃあ、ネットフリックスでどんなもの見てるかとかですね、まあ、そういった情報で、ま個人情報の利用とかにチェックしないデータってのは、多分結構膨大にあると思いますし、まあ、日々ですね、ネット上のデータってのは増え続けてるわけですから、まあ、こうしたデータブローカーの存在っていうのは、まあ、今後も多分なくならないんだろうなというふうに思っています。まそれをうまく活用することによってですね、まあ、不動産の取引の可能性みたいなものを分析するのが、まあ、スマートジップだとか、リマインだとか、まあ、そういった会社のビジネスモデルになってるわけですね。 まあ、日本でこうしたビジネスができるかっていうと、まあ先ほど言った通り、まあ、個人の情報っていうのはなかなか集めることが日本ではできない。まあ大手のデータブローカーっていうのがいないですからね。えー、なので、まあちょっと可能性としては少ないかなというふうに思っておりますが、まあそうは言ってもですね、先ほど言った通り、まあネットプレイヤーですね。例えばアマゾンがアメリカでリアロジーと組んでですね、不動産ビジネスに参入して、まあターンキーというビジネスを始めましたっていうのは先日、 別の動画で解説させていただきましたが、アマゾンはまあ膨大な購買履歴とか、まあ、クレジットデータのまあ利用履歴だとか持ってるので、まあ、そういったところがですね、えー、まあどっかの不動産会社と組んでですね、まあ、日本でも同じことをまあやろうとする可能性はないとは言えないですよね。さて、えー、まあ本日の動画はですね、以上とさせていただきたいと思います。えー、今後もですね、こうした動画どんどん配信していきますので、えー、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。